キットゥーンズをチャンネル登録して楽しい冒険を始めよう。これでもないわ。違う違う、ダメ。うわ、世界一のアイスクリームケーキにぴったりの果物はなかなか見つからないわね。はあ、おお、ああれ、はあ、ナナ、あなたラッキーね。あなたのそのバナナで世界一のアイスクリームケーキを作ってあげる。わあ、フルータスティック、ありがとう。そんな風に言ってくれてすごく嬉しい。マジックティアーズジェリーズ。そのバナナ残しておいてね。ウィープルピッタリリコリコ。トロピカル、スメルグー。トロピカル、トロピカル、トロピカル、ギャー、アップアップアップ。バナもいなくなってた。じゃあバナが取ったのよ。バナナを独り占めするために。嘘でしょ、バナはトゥッティフルッティーワの泥棒だってこと。私のイチゴが、私のスイカ、私のオレンジは無事かしら。待って、バナは果物を盗んだりしない。ケーキはもう無理ね。諦めないで、ケーキは作れるわ。バナを見つければいいのよ。どうやって見つければいいの？本当にバナが取ったと思うの？じっくり調べないと。何かあったのかも。バナ！あれ？手がかりよ。見て、ここにも川がある。これはきっとあのバナなのだわ。急いで、手がかりを追いかけよう。見て、また川があったわ。見て、そこにも川がある。バナったらまったく。ここなら絶対に見つからないわ。バナも私のイチゴを絶対見つけられない。果物到着。バナがいつ現れるかわからないから静かにしてね。バナは泥棒じゃないわ。そうに決まってる。バナを捕まえればはっきりするわ。ああ、泥棒が来た。さあドリーミー、あなたの出番。うん、ふん。あなたたちそこで何してるの？あ、私のバナナよ。泥棒はバナじゃなかったのね。ほっとしたわ。ジェラート。だったらバナはどこ？バナナを返して、泥棒。もうジェリーズは工場には入らない、そういう決まりでしょ。あれ、バナ。バナごめんね、果物泥棒だと思ってた。許してくれる？
許すって言ってる。ババババ、これでアイスクリームケーキを作れるね。バナが最初に食べなきゃね。には何でもあるわね。うえ、ナナ、さっき塩を渡したでしょ。うん、塩味のフルーツパイ、まずすぎる。お料理ってすごく楽しい。みんなのためならもっと楽しそう。うん、ひらめいた。ごちそうするのはどう？ファンタジーたちに、ベイビーボトル谷のみんなにも。シェフは私よ。そんなのずるい。じゃあ私はお皿を運ぶ。フルーティーレストラン、お手紙です。うん、今のは誰？あ、手紙だわ。誰からだろう。ズッティフルッティワンでの食事会に皆さんを招待します。やったー、お腹いっぱい食べようね。イエーイ。ねえナナ、果物工場から果物を持ってきたよ。ありがとう。一番乗り、やったー。怪我はないわ。ようこそ。アンジー、お皿を運んで。まずはサラダです。おいしそう。うん、これまで食べた中で一番のフルーツサラダだ。ボクシー、勝手に手で取らないで。手を洗ってなかったよ。最悪だったらこれもう食べない。待ってて、すぐに新しいサラダをお持ちします。私もおかわり。ボクシーがグリフのを食べたから急いでもう一皿作って。手は2つしかないのに。お客様が料理を待ってるのよ。私がシェフだったらすぐに作れるわ。なんですって？どうぞ。サラダはもうすぐよ。私がウェイトレスならお皿を落とさない。本当？じゃあ今からあなたがお皿を運んで私がお料理する。すみません、果物じゃなくてカップケーキが欲しい。カップケーキはないの。なんだがっかり。そうだ、ドリーミー、この果物をアイスクリームに変えてくれない？わー。気が変わったわ。やっぱりフルーツサラダがいい。シェフにそう伝えます。ちょっといい？私、果物はきっちり2センチでないと食べられないの。ケチャップかけて。果物にケチャップ？これもかけて。ケチャップもね。私の料理がめちゃくちゃよ。かわいそうなアンジー。このアイスクリームにチョコをかけたらもっとおいしくなる。ここにチョコはないわ。私の家にあるわよ。谷に行って取ってこいって言ってるの？よろしく。美味しいけど、そう、クリームが足りないわね。クリームはないわ。なら、私の家にあるよ。はいはい、取りに行けばいいんでしょう。すごく美味しいけど、サクサクのウエハースがあればもっと完璧になる。ここにウエハースなんてないわ。うちに？あんたってもう取りに行かないからね。すみません、私のデザートはまだ。そう、いつまで待たせるの？お腹すいた。かわいそうなナナ。お腹すいた。お腹すいた。お皿を運ぶのも大変ね。料理するのも大変。感謝の気持ちをみんなに。うん、ちょっと。マジックティアーズジェリーズ。すっごく楽しかったと思わない？二人だけで料理してた時は。いい？こうなったらもう甘い顔はしない。フルーティーレストランだもん。やめなさい。食べながらおしゃべりしない。ナフキンで顔をきれいに拭いて。テーブルに肘をついちゃダメ。手を洗ってきなさい。お行儀が良くなったわね。もう食べ物で遊ばないでね。
子に乗っちゃった。ごめんなさい、許してくれる？謝りたいから今度はあなたたちにご馳走する。すっごく美味しいのができた。お砂糖がちょっぴり足りない。蜂蜜かけたら？蜂蜜はないんだ。そうだ、コニーの家にあったわよ。遅れてるよ。おはよう。消毒完了。いい匂いね。頑張ろうと。何も確かめずに警報を止めちゃった。どうして警報が鳴ったの？こんなのおかしい。果物がもうないってどういうこと？あなたも気づいたの？ええ、もちろん。って何を？ここに果物がないこと。ずっと雨が降ってないから木が枯れちゃいそうなの。大変！だったら今すぐみんなを集めて話し合わなきゃ。おかどい、きっと、おかさてと、まずは私から話すわね。雨が降らない原因を突き止めるために調査チームを作るっていうアイディアはどうかしら？うん、賛成！もしこのまま雨が降らなかったらトゥッティフルッティワンから暗いジュースが全部なくなっちゃうわ。今すぐ何とかしなきゃ。もう待ってるだけじゃダメ。だったら何かやろう、何かやろう、何かやろう。踊ったって何も変わらないわ。こんなことしても雨は降らない。何？よく聞こえない。おしまい。頑張ったわね。ねえ、大丈夫？空を見て、雲を呼び寄せたわ。でもそんなことありえる？雨乞いで雲を呼んだわ。雲は呼べても雨はまだ降ってないけど。くしゃみの粉を打ち込んでくしゃみをさせてみましょう。すごい作戦だね。この大砲でくしゃみの粉を発射する準備ができた。いい？カウントダウン始めるよ。10、9、くしゃみの粉は、それでうまくいくの？7、6、5。待って、4、うん、あっ、この調子で頑張ろう。ウィーブタウィー。これからダーダが雲が泣いちゃうようなとっても悲しいお話を聞かせてくれます。雨が降らない、雨が降らない。ウィー。こら、そこで何してるの？ちょっとそれを返して。雲も笑い泣きしてくれるかも。笑ってる間に果物の木は枯れていくのに。マジックティアーズジェリー。全然ダメね。当たり前よ、こんなことで雨が降るわけない。どうしてもっと早くそう言わなかったの？言おうとしたけど、みんながすっごく張り切ってたから正直な意見なんて言えなかったの。今はあなたの意見を聞きたいわ。空に雲はあるけど灰色じゃないし、畑から遠い場所にあるわ。わかった、問題は風がないことよ。風があれば雲を湖の上に動かせる。湖の水を吸い上げた雲を畑の上に動かして雨を降らせるのよ。風を起こすの？そうね。
よ。あれよ、果物工場の風車で雲に風を送ればいいんだわ。賛成。風車にエンジンをつけよう。決まり。そうすれば強い風を起こせる。今度こそ絶対うまくいくわ。このボタンを押して風車が猛スピードで回るよ。メル、あなたが押すべきよ。あんなに一生懸命やったんだから。最悪、汚れた靴下みたいに臭いんだもん。ああ、おう、痛い。大丈夫？私はね。でもお尻はいいえって。マジックティアーズジェリーズ。今のは笑っちゃった。でも一歩間違えれば怪我してた。誰かが生ゴミ入れに捨てなかったせいよ。うん、きっとその子の仕業だわ。見て、いっぱい落ちてる。追いかけてみよう。川を追いかければ誰が捨てたかわかる。うん、やっぱりあなたがバナナの皮ポイ捨てやね。何それ、ポイ捨てよ。どうしたの？私はナナよ。名前は知ってるでしょ。私が転んだのはあなたのせいよ。皮をポイ捨てしないで。じゃないとみんなが転んじゃうわ。ごめん、バナナを食べると美味しすぎるから他のことはつい忘れちゃうの。ナナ、そんなにぼんやりしてちゃダメよ。この綺麗な景色を守らなきゃ。でも川があった方が素敵かも。あれ、るい、るい。ジェリーズも楽しそうだわ。じゃあね、私はおやつを食べに行く。冗談じゃないわよ。このトゥッティフルッティワンでバナナの皮で転ぶ事故が二度と起きないように私が何とかする。おーい。おおいしそう。アイスクリームは？そうよ、バナナをアイスにしよう。ああ、今度こそ絶対よ。あ？そうだ、バナナジュースにしたら最高。食べてみて。あれ？はい、みんな、バナナの皮にはもううんざり。ナナはバナナしか食べないの？私が助けてあげる。この魔法の玉によると、また誰かが転ぶ前にナナは心を入れ替える。それっていつ？私、こんなのはもううんざり。それはまさに今よ。とても恐ろしいことが起きるわ。ナナだ。皮は生ゴミ入れに入れてって数えきれないくらい言ったでしょ。そっか、忘れてた。誰かが皮で滑って転ぶかもしれないよ。あなたは心配しすぎよ。わあ、何も見えない。わあ、世界記録を破れそうだね。助けてあげようよ。ダメ、ナナには反省してもらおう。クモさん元気？あれは鳥？飛行機？あれはナナよ。おっと、ごめん、の皮は危ないって分かったはずね。確かに、魔法で助けるわ。わあ。ピー
もう皮をポイ捨てしたりしない。これからは絶対に忘れないわ。すごく危ないもん。そうだ、見てくれる？川でずっと滑ってたらスケートがこんなに上手になっちゃった。わーい。面白い滑り方ね。ハンナ、足を上げて。一番上手に滑った人が優勝よ。バナナはこんなにある。スケートし終わったら皮をどうするかわかる？生ゴミ入れよ。するわ。それにこの暗いジュース美味しすぎる。もう一杯おかわり。おかわり？でももうないのよ。どうして？あなたが飲んだから。暗いジュースのないトゥッティフルティーワンなんてありえないわ。これってボトルのないベイビーボトルダニみたい。何？わ、ジュースがないならみんなで作ればいいんだよ。みんなで？やった。あの果物工場で私たちもジュース作りを見られるの？もちろんよ。わーい。どうやって作るのか知りたい。おう、よし。おー、入って。ここは消毒スペースよ。消毒完了。わー、あれが丸い天井。わー、これがコントロールモニター。わー、そしてこれが、はあ、果物の甘いいい匂い。わー、ついてきて。ほら、後でお掃除しなきゃ。わー、そしてこれがお待ちかねのまぜまぜマシーン。見たい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 わ。どんな果物を入れてもいいの？果物は目が回らない。このマシーンをくれる？いいよ。いや、これはあげられないけど、みんなで暗いジュースを作ろう。まずどの果物を入れるか決めなきゃね。バナナがいい。いいえ、ブラックベリー。ダメ、リンゴ。バナナだよ。リンゴがいい。ブラックベリーだ。だったら全部入れるのはどう？待って。歌いながら混ぜるとジュースが美味しくなるんだよ。 First the banana to have a better week, then the blackberryAlways tasting sweet. The apple in the morning is not a hit of boring. Mix them all together. Cry juices, why? もう一度。 First the banana to have a better week. Then the blackberry. Always tasting sweet. The apple in the morning is not a hit of boring. Mix them all together. Cry juices forever. Why? これでよし。じゃあ混ぜ混ぜしよう。私にやらせて。もちろんだよ。飲んでみましょう。この味ってなんだかジェリービーンズの雲みたい。それにキャラメルの虹みたい。これ、美味しい。本当に最高。感動しちゃって涙が出そうだわ。マジックティアーズジェリーズ。涙からジェリーズが生まれた。すごい。本当だね。ジェリーズはいたずら好きなの。だから果物工場の中には入れないっていう決まりがあるの。ダメ、こら、捕まえた。待ちなさい。ダメ、果物を取らないで。返して。トゥッティフルッティーワンが好きならもうやめて。そうだ、わかった。うん。
かった、これくらいで済んで。じゃあ外に運びましょう。さあ2人とも頑張って。さあその調子よ、頑張れ。やめて、食べちゃダメ、お願い食べないで。
そうね、逃がすのはダメよ。凍らせるのはどう？そんなのかわいそうよ。その子たちはトゥッティフルッティーワンに連れて帰ろう、うん、私もイチゴの匂いが恋しい。戻ってきたけど、これからどうする？ゼリーズを自由にしよう。絶対ダメ。ジェリーズがまた谷へ逃げたらどうするのよ。もう悪いことはしちゃダメって分かったよね、ジェリーズ。あっぴー、分かったって。袋を開けて。パピーどこだって。見て、木にネックレスがぶら下がってる。あの木はカップケーキよ。私たちが好きなものだわ。この木最高。私のお庭に植えてもいい？オレンジ味ね。